皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回ですね、とっても嬉しい投稿がありました。川崎市の21歳ブンブンさん、エペボーおじさんのね事務所エビナにもねわざわざお越しいただいたブンブンさんですけどもね、大学4年生ということでね、就活しておりましたけども、就職先決定記念ということで新しいボード投稿いただきました。ありがとうございます。今までのねボードと見比べるとですね、GT1 をね用意したボード、スイッチャーボードなど投稿いただいておりましたけども、今回は全面的に変えてですね、今回注目いただきたいのが2つありましてですね、まず1個目がねミニペダルで、ダイナコンプのミニタイプ、これいいですね。エペボーイさんも一回お借りして使っていたんですけども、とってもいいです、小さくて。それからですね、プログラマブルスイッチャープロビデンスのねペック 4V っていうですね新しいタイプが出てるんですけど、この V はですね、エペボーでね最近ご紹介しているあのバッファーのバイタライザー、これがねもう内蔵されている、アップデートされた、4ループのプログラマブルスイッチャー、電源も取れるというところがねとっても、いいですね。ということで新しいボードに変えてですね、就職記念で、投稿いただきました。誠にありがとうございます、というかおめでとうございました。これからもねエペボー引き続き楽しんでいただきたいと思います。とにかく就職おめでとうございました。投稿ありがとうございました。